ーパーグローブはめすぎやてー、はめすぎやてー。まあまあまあ、オブラクね。はい、どうもグリザットでございます。今週も来たよ、クラブセレクションガチャ。いやもう完全に月曜日になってしもうた、このガチャ。もう体が舞の感じやからさ、木曜日に来るからっていうところでちょっと紹介していくんやけど、まあマンチェスターユナイテッドとアーセナルで、あとはアトリティコとレアルマドリンかな。うん、とりあえずここら辺をねガチャガチャ引いてね、もう絶対全部当たりやから、ほんまに。とりあえず今回はね、キーパー FB キーパー欲しいね、絶対当てていこう。じゃあ早速いこうか。はい、というところで早速引いていくか。いやもうやばすぎやろこのクラブセレクションガチャ、今週絶対行くべきやん。まあというところで、マンユー、アーセナル、アトレティコ、マンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッドって言ったけど絶対ちゃうやん。レアルマドリードやん絶対な。なんで間違えたな、怒られてんの俺な。赤い白やから、急に白きたから。いやー獲得こうよ、とりあえず見ていくけど、もうパッパっていくね、もう能力とか。いや強いなダビド・デヘア、もう今回もゴールキーパーはめましたが、来ますかなあ、本当にめっちゃ惜しいわ、ゴールキーパー FB の。ポグバも強っ、マティッチ、いやーマティッチも強いな、やばいな。アントニオ・マルシャルか、マルシャルどう、うわ強っ、なにこれスパサバついてるよ、ちょっとどれでも当たりやんこんなん。いやサクサク見ていきますけども、ラッシュウォードね、ラッシュウォード強いな、ほんでもうどれでも当たりやでね。俺的にねおすすめなマスコットマクトミネ、こいつ 193cm あって中盤できてっていう感じで、成長サイズ35で結構ありなんちゃうと思って中盤で使うんって思ってます。じゃあ早速引いていきましょう。マンユーゴールキーパーグローブはめてください。オッケーです。いや、はめてくれよ、マジで。マジではめてくれ、マジではめてくれ、マジではめてくれ、マジではめてくれ。はめてくれて、はめてくれよ。お願いします。ゴールキーパーグローブはめません。黒。誰？左足かな。っていうことは、センターバック？お？守ってるぞ。こいつ守ってるぞ。おい。ルークショー。どう？左サイドバックやろ。え、ルークショーいいんじゃない、ちょっと待って見る、うーわこれ最強サイドバックありや、いやこれ完全ありやわ、だってさスピード90しかかる、やば強じゃあ2人目引いていくか。とりあえずゴールキーパーグラップ、 FB のゴールキーパーが欲しいんだよ。デイヤとか絶対強いやん、分かってんもん、誰もが知ってる、全米全人類が知ってる、70億人、今70億人がいるからゴールキーパーグローブをはめました。いやー右足、ちょっとオバメ濃かったな、そういえば右足で、これ誰やろ、これ誰、これこいつ誰、またかビクトル・リンデレフ、お前後ろばっかり来るな前線来いよ、マジで前線来いて、いや強いけどさ、いや強くない普通にえこれめっちゃ強くない、ちょ前線来て、前線3人目、ちょ前線だけ来い、マジでもうゴールキーパーグローブはめんでいいから、ゴールキーパーグローブはめんでいいから前線来い、もうそこの間がいい、間じゃなくていいね、前線来い、前線前来い、あーゴールキーパーグローブはめてるゴールキーパーグローブはめてたはめんでいいって思ったらゴールキーパーグローブはめてたやっしゃめっちゃ嬉しいめちゃめちゃ嬉しい、これはデヘアは嬉しいわ、強すぎる、強すぎるよ、強すぎるて、どうすりゃいいね俺、完走するやん絶対、強すぎるて。はい、じゃあ2つ目のガチャね、アーセナル行くか。もうゴールキーパーグローバーいい、もうゴールキーパーもらゲットしたからもうよくて、オーバーね、ラカーゼット、すごい、いやここの3個欲しい絶対強い、ちょっと見ていく、
あーオバメツネ強いな、強い強い、オバメツネラカゼとも強いよ。もうパッパと見ていくけどさ、あのあれやわ、もう止めてみて、ここら辺とかもうソクラティスツーツーもう一回見ていい、ちょっと強いな。ジャカさん、ジャカさんも強いよ。例のもう例のいい、もうゴールキーパーグローブはめんでいいぞ。俺もういいわ。セアドコラシナツどう、セラスコラシナツ強いな、これも強い。エジルどう、エジルしてる。グエンヌジ、あグエンヌジいいね。え、グエンヌジ強くない、うわ、育て枠としてほしいけど、育て枠としてほしいけど、俺はオバメが欲しい。オバメ背でかいヒゲのやつ、ヒゲは入ってんか、背でかいやつくれ、背でかいやつだけ欲しい、俺に背でかいやつ欲しい。いや、キーパーグローブはめんでいい、キーパーグローブはめすぎやって、今回いいなんて、欲しいかいけど、強いけどキーパーグローブはめすぎやって、いやいや、しよしよしじゃない、ゴールキーパーグローブはめましたじゃないね、違う、いや強いけど。じゃあ2人目、いやマジでもうゴールキーパーに震えを感じてる。ゴールキーパーグローブはめてるの震えを感じている。ちょっと背でかいやつやって、マジで背でかいやつだけくれ、背でかいやつだけお願いします。来た、左足ってことは、うん、ヒーア履いてるぞ。え、これソクラはないか、ソクラテスある、これはこっちの方か、コラシナツサイドバックか、サイドバック用でんな今回、どう、おー強いなー、ほんでこのサイドバック強い。いや低弾道ロブついてるしさ、パスうまいし、よくない、結構いい気がするこいつ。おまめ引きてー、お願いやってー、前線来いよ、さっきからなんでこんな前線来いで、むしろ固めすぎ、後ろ固めすぎやって、もう守れてるから大丈夫、守れてるからいいんですよ、もう守れてるからいいんですお願いします。3人目、右足やぞ、守りきるんじゃないこれ、守りきってる、絶対あいつやろでしょうね、ソクラティス。前線ちょっと後ろ守りすぎやって、このチーム後ろ守りすぎ、ガチガチやん。いやでも当たりや、ソクラティスは絶対強い、こいつは。まあまあ当たり当たり、 100% 当たり。いやーでけー。あ、じゃあ3チーム目、アトレティコかな。もう後ろ固めたから前線が欲しい、もう後ろ固めすぎた、むしろオブラクね、もういいぞ、ゴールキーパーグローブはめんでいいぞ。でサウル中盤ね、中盤の選手、コケで、アルバルモラタスパサパついてるからね。いや強っ。スパスパついてるからねとかじゃなくて、強っ。トマスパーティーね、パーティーも前作でも強かったよね。でホセマリア・ヒメネス、いやもういい、もう後ろ固めていい。トリッピアね、いやトリッピアも強いよ正直。ジョン・フェリックス、おいフェリックス欲しい、フェリックス欲しい。ちょっとおいフェリックス3体でいい、むしろキンキンキンでいい、お願いします。キンキンキンのフェリックスさん、お願いします。フェリックスさんして、フェリックスさんグリザットフェリックスさんとして生きていく、お願いします。キンでお願いします、お願い絶対お願いします。キン、おっちょマジ。俺ヤバくない。俺すごすぎ、むしろ俺も神や、かっこいいし、ほんで超かっこいいやフェリックス。まあ俺グリザットもこんなぐらいイケメンなんで、皆さん よく覚えていてください。いやーやばい、これは欲しいね、育てがいのある、絶対強いと思う俺、フェリックス強い気がする。じゃあ2人目、もう2人目重ねようぜ、キンキンキンでいこう、キンキンキン、もう神引き、キンキンキン、もうアトリティコに囚われた男になる。ありがとうございます。グロー、キーパーグローブはめんで、キーパーグローブはめすぎやて、はめすぎやて。まあまあまあオブラクね、まあオブラクも強いでしょう、守備的と攻撃的に揃ったわこれで。いやどっちも揃える、強っ。
強っ、オムラク強っ。もうあとはマジでフェリックス引くだけお願いします。フェリックス出てこいよ。フェリックス3人目、フェリックス来いてなあ。お前来いて、かっこいいやつ来いて、金やって、金はかっこいい、黒キーパーグループはめんでもうキーパーいらんで、オブラク。まあ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 いいよ、もうメインどころよしじゃない、よしではありません、お前強いって。はい、じゃあラスト、リアルマドリー大目玉よ、全員黒、全員黒やば。アザフルもう絶対強いや、強い強いな、ラモスね強いな、強いわ強いわ強いわ強いて、ラーベンゼバー、モドリッチ、どれでも欲しい、トニクロ、トニクロね。いやー、バラン、バランも強い、88はエグい、クルトワ、クルトワ、ベイル、いやー惜しい。まあ俺的にも前線は全然こんかったから、もうベイル、アザール、ベンゼマかな、マート、モドリッチ、ここら辺が欲しい。いやいやー、ちょっと待って、マジ緊張する。いやマジ一人目マジ緊張する。いや一人目アザール来た勝ち、アザール来た勝ちやろほんまなあ、アザール来た勝ちやねんてなあ、俺にアザール来た勝ちやねんて。キーパーグローブはめんでいいぞ、はめんでいい、左足、ベイル来たんちゃう、ワンチャンベイル、ワンチャンベイル、ベイルや、来た来た、よし、これは当たり、絶対当たり、よし、これは来たよっしゃ、絶対当たり、ベイルは絶対当たり、絶対当たりやぞ、絶対こいつよ、いやー強いこいつはいいぞ、こいつはいいぞ、お前ら、いやーマジで当たり、なんだこの平均的高い位置、選手やば、絶対当たりこいつ。よし、あとはアザール引いて、アザール引いて、ベンゼマ引くだけよろしくお願いします。2人目、もうほんまにキーパーグロービーがやったり、とりあえずな、お願い、ちょっと願うだけ、願うだけ、アザール来いて、光る、輝く、輝く、引き、輝く、引こい、いかんでいい、キーパーグローブいかんでいい、全ゴールキーパー引いてるやん、ほぼキーパーグローブいかんでいい、もういらんで、強いのは知ってるから、クルトは強いんやろな、知ってるて、キーパーグローブいかんでいい、もういらんて、ゴールキーパー全員引きすぎ、ラスト、ラストマジ緊張する。あー、アザール引いてくれ、マジアザールだけが欲しい人生であったって言いたくない、アザール来い、お願いやって、俺は全身全霊で叫びます、引いたら全身全霊で引く、そんな気持ちで引いてあります、来い、右足は引いてるぞ、右足は引いてるぞ、お前モドリッチ来るか、ここでなあ、お前はありがとうございます、よっしゃ、いやモドリッチも絶対当たりこれは来たわ、いやー当たり、いやー引いたな。はい、というところで引いてきましたけども、さすがに、さすがによ、ゴールキーパーグローブが欲しいですっつったら全部引くのはクサ、さすがにゴールキーパー全チーム引いてるやんでパッと見たけどね、あのやっぱりね、あのデヘアとオブラクが、うん、圧倒的な感じする。でやっぱりオブラクはめっちゃ強いし、で守備的ゴールキーパーで低弾道はついてないんやけど、今作そんな低弾道いらん気がするから、オブラクでも全然いいんじゃないかなと思いますと。まあ、今回のガチャはね、まあ、リアルマドリは絶対引いた方がいいと思うし、まあ、今回めっちゃ引いて、まあ、メンバー揃えるのが絶対いいんじゃないかなと思ってますんで、ぜひぜひ引いてみてください。じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。いくぞー。
レベルトレーナーどこまでマックス爆発する、爆発してくるよ、ゴールキーパーグローブあんだけ言ったんやからな、やってくれよお前よ、控えんな、全然爆発せんな、してくれよ、してくれ。